いや、クレハも急に呼び出してごめん。何かあったんですか、キリトさん。いや、そんな深刻な話じゃないんだけど、新しいクエストが配信されただろ。あれを一緒にやらないかと思ってさ。ごめんね、キリト君言い出したら聞かないから。あれ、アーファシスはいないのか。すぐに来ると思うんですけど。あ、レイちゃん。ジェスチャーゲームとかじゃないよね。様子がおかしいわ、レイちゃん。もしかして何か困ってるの？確かに表情が必死だな。何かの病気かな。熱はない？どこか痛いところは？アーファシスはプレイヤーじゃないから病気や通信障害の類じゃないと思うけど。そうね。ということは新しい仕様？でもこんな仕様変更に何の意味が。実はレイちゃんの声が出なくなっちゃった。どうして。うちのデイジーちゃんも会話ができなくなっちゃったの。サポート系とバトル系のお話はできるみたいだけど。話せる内容が限られてしまったってことか。プレイヤーへのサポート機能が制限されていないところを見るとタイミング的におそらく今回のクエスト絡みかしらね。アファシスとのコミュニケーションを制限するなんて今までにはなかったわよね。そうだな。でもクエスト絡みならクリアさえすればアファシスは元通りってことだ。今回のクエストってどんな内容なんですか？ SBC グロッケンの地下に新しいダンジョンが追加されたんだ。かなり大きいダンジョンで敵も多い。アルゴが手に入れた噂によればそこから SBC フリューゲルへハッキング攻撃が行われてるって話だ。それがレイちゃんにも影響しているということ？まだ誰も一番そこまでは潜ってないから断片的な情報しかないんだよな。フリューゲルにハッキング、言い換えればマザーコンピューターへの攻撃ね。あ、そっか。お母さんとつながってるからレイちゃんたちも。マザーコンピューターの不調がアファシスに影響しているということになるかしら。アファシスとのコミュニケーションが取りにくくなりプレイヤー自身の力量が試される。常時デバフ付きの高難度クエストってところか。今はまだ
デイジーちゃんのサポート機能は生きてるけど、ハッキングが続いたら症状が悪化しちゃうかも。そうね、私レイちゃんの声もデイジーちゃんの声も好きだもの。お話ができないのは寂しいわ。よし、そうと決まればやることは一つだ。ダンジョン攻略ね。私としてはなるべく早く取り掛かりたいわ。あなたもそうじゃない？じゃあ早速出発だな。あら、皆さんお揃いなんてよっぽど暇なんですね。リエーブル、君は話せるのか？え？いきなり何なんですか？よかった、リエーブル話せるのね。フリューゲルのマザーコンピューターがハッキング攻撃を受けてるらしくて。なるほど、わかりました。確かに通信に負荷がかかっている気配はありました。やっぱりクエスト絡み？おそらくこのままでは言語機能の回復は期待薄でしょう。それどころか他のタイプのアファシスたちにも被害が拡大して。早めにクリアしないとどんどん難易度の上がるクエストというわけです。なんてこと。まあ私はそこのアファシスさんとは違って高性能ですから、この通りスラスラ話せますけど。そんなにジタバタしても皆さんには伝わってませんよ。横着してないで、言いたいことがあるならメッセージでどうぞ。ん？何ですかその顔。皆さんまでそんな驚いた顔で。あ、まさか。いや、俺たちもすっかり忘れていたわね。え？レイちゃんからメッセージをもらって知ったんじゃないの？普通の会話ができなくなったこと。あ、はい。はあ、皆さんまでこんなのでクエスト攻略なんてできるんですか？私も少し心配になってきたわ。もう仕方ないですね。少しの間だけならついていってあげますよ。暇ですし。本当？ありがとう、リエーブル。そこのアホシスさんとは格が違うというところを見せてあげます。今後私の方にも影響が出ないとも限らないですから。一緒に来てくれるなら心強いよ、リエーブル。そうと決まれば早速行きましょう。
みんな大丈夫？大丈夫だけど、ちょっと敵が強すぎない？この先もずっとこの調子なのかな？そうね、少し難易度が高すぎる気もするわね。まだ誰もクリアしてないっていうのも納得の厳しさではあるな。他に攻略してる連中も見かけないし。噂を聞いて慎重になっているのかもね。ちょっと甘やかしすぎじゃないです？ありがとう。あなたもレイちゃんのこと心配なのに。相変わらず優しいわね。ますます好きになっちゃいそうよ。はいはい、ごちそうさまです。それじゃ、ちょっと休憩したら先に。どうしたの、キリト君？誰だ、出てこい！君たちと敵対するつもりはない。別の攻略組か。仲間は？あなた一人なの？まさかソロプレイでここまで？ラックに自信か？運だけでここまで来られるわけがないだろう。悔しいけど、あんたはすごい腕なんだな。平凡なプレイヤーがソロでここまで来られるとは思えないけどな。マグルだよ。ランクが高い。でもこの先はできれば同行させてもらえないかよ。さすがにソロでは厳しくなってきた。パーティーに入れてほしいわけじゃない。このダンジョンの先を見たいだけだから、報酬もいらない。私たちと一緒に？戦力が多いのはもちろん歓迎だけど。とっても怪しいと思うんですけど。リエーブル？このパーティーのリーダーは君だ。君が決めてくれ。ケツだな。リーダーらしいよ。ありがとう。それでそっちはどんな情報を持ってる？ここからもう少し進むのボスだよ、おそらく。本当か？確かにかなり深くまで潜っているけど。ということは、
ヒュドラはもうボスに挑んだのか？いや、聞いた話だ。やっぱりあなた、何か知っているんでしょ？私たちにはあなたと腹の探り合いをしているような時間はないのよ。大切な子たちが今も能力を奪われているんですもの。このままデイジーちゃんの症状が悪化してしまったら。だから何か知っているんだったら教えてほしいわ。もったいつけずにね。ヒュドラさんの言うことが本当なら、いがみ合ってる場合じゃないでしょ？マスターが仲間に入れたんだから、喧嘩はするな、だそうですよ。ごめんなさいね、レイちゃん。喧嘩のつもりはなかったのだけど。こちらも別に揉める気はない。仲直りしろって言ってるけど。もちろんよ。ねえ、ヒュドラさん。ああ。君は。いや、確かなことは何も。そうだな。行ってみよう。じゃあ、急がなくちゃね。ちょっと皆さん、それでいいんですか？適当すぎません？まあいいんじゃない？何かあったら、その時はその時よ。何？レイちゃん。らしいですよ。リエーブル、さっきから気になってたんだけど、レイちゃんの言うことがわかるの？細かいところはわかりませんけど、なんとなく。というかアホシスさん、言いたいことがあったら横着せずメッセージでって言いましたよね。ですね。さあさあ、お話はそこまでにして、そろそろボスに会いに行きましょうか。リエーブル、大丈夫か？大丈夫です。腕はかすっただけですし、リミッターを解除していなかったら危なかったかもしれないですけど。
ただの怪我じゃなさそうね。大丈夫ですってば。でも皆さん、この後同じノイズを見たら、その後の攻撃は絶対に食らわないでください。今のボスは倒したからいいですけど。そうだね、あんなのをまともに受けたら一瞬で HP 全損しちゃう。そうじゃなくて、すごく嫌な感じがするの。推測でもいいわ。教えてください。それにしても強敵だったわね。これほど強化されているとは予想外だったけど、まさかあれを倒すとはね。さすがは君と君の仲間たちだ。そう、いつきだよ。あなたがここに。それは私も聞きたいわ。何を企んでいるの、いつき。企んでるね。まあそう言われるのも当然だろうね。こうなったら質問には答えるよ。ただ答えられないこともあるから、それは承知してほしい。単刀直入だね、君は。僕がここに来た理由は調査だ。調査？最近 GCO への干渉が確認されているらしくてね。今回のクエストにもその痕跡が認められた。僕はとある機関の依頼を受けてその調査に来たんだ。まさかこんなに早く痕跡にたどり着けるとは思っていなかったけどね。痕跡、とある期間。ずいぶん含みを持たせた言い方ね、いつき。ごめん、でもあまり詳しく話すことはできないんだよ。僕にはその権限がない。そう、これは奉仕活動の一部なんだ。あの事件の償いのね。僕は諜報活動に向いているらしくてね。スカウトを受けたというわけさ。断れないスカウトだけど。今はザ・シードネクサスの動向も調査してる。諜報？スカウト？まさか、菊岡か？早いな。
気づくなら君だろうって彼も言ってたよ。キクオカって？ああちょっとな。あんな事件を起こした僕が堂々と GGO にいたらまずいだろう。だから変装の代わりにね。うっかり君たちと会ってしまったけど、素性を明かすつもりはなかった。あそこでビームからかばったから。普通の攻撃が当たって HP がなくなったとしても別に命を落とすわけじゃない。でも何か理由があったんだ。確かにそんなことを言っていたわね。ある意味本当の致命傷にだったかしら。本当によく覚えているな。その通りだよ。あのボスの攻撃は受けたら致命傷になる。デスガンの時のように現実の命を落とすわけじゃない。でもこの世界での命を落とすことになる。どういうことだ？データが消去されるのさ。 GGO というゲームの中に存在したキャラクターのね。何の裏付けもない。信じられなくても仕方ないけど。その人の言っていることは間違ってないですよ。多分本当なの、リエブル。あの攻撃を受けた時、今まで受けたことのない奇妙な感傷を感じました。その時は分からなかったですけど、あれはゲーム外からの干渉だったということでしょう。おそらくね。君が無事で本当によかった。なんてね。もともとこのゲームに存在する私だから助かりましたけど、皆さんがあの攻撃を受けていたら。あの攻撃が君に向かったのを見た瞬間、体が勝手に動いたんだ。この世界で出会った君という存在を失いたくない。たとえ現実世界の命が失われないとしても、それしか考えられなかった。また長話しちゃったかな。さて、僕はそろそろ行くよ。そう改まって言われると照れてしまうな。でも嬉しいよ。この任務を命じられた時、最初は君に会いたくないと思った。あんなことをしておいて合わせる顔もないしね。でもそれは君に会ってしまうだろうという予感だったのかもしれない。 GGO にログインしてからもずっと君のことが頭から離れなかった。あそこで君に会った時も嬉しかった。だから礼を言うのはこっちだよ。ありがとう。そしてごめん。魔王が英雄の仲間になるような展開は好みじゃないんだ。
それに僕は一度君たちを裏切った。今さら仲間になることはできない。気持ちだけ受け取っておくよ。君にそうまで言われたら甘えてしまいそうだ。正直君に会ったら思い切り罵られるんじゃないかと思っていたんだ。それだけのことをしたから。本当にいいのかい？あんなことをした僕を仲間になって。そうね、いつきさん、あなたのしたことを今すぐ許すのはちょっと難しいかも。でも仕方ないわ。このままお別れなんてできないし、こいつは言い出したら聞かないんだから。もう二度と裏切らないでね。私も構わないわよ。あなたにはつなぎ止めてくれる人が必要だわ。はっきり言って、俺はまだ樹を信用できない。ナーブギアを使って他人の命をもてあそんだ。どんな理由があっても許されることじゃない。そうだね。だけどさっきの樹の行動、この世界で出会った誰かを失いたくないという気持ちはわかる。命を懸けて誰かを守りたいという思いも、その思いを知ったのなら樹はもしかしたら変われるのかもしれない。だからリーダーのそばを離れないという条件なら納得するよ。二度と裏切らないし、離れることもない。僕はもう神を信じていないけど、君に誓うよ。魔王が何かを誓うなんて滑稽だけど、今やっている仕事をきちんと終えたら必ず君の元に戻ってくる。だから少しだけ時間をくれないか。ありがとう。そうだ、君は覚えてるかな、いつかの質問。君が仮想世界に来た理由、そしてここに居続ける理由。そうだね、君はクレハのためにここへ来た。そして今は仲間たちのためにここにいる。僕もそれを守るよ。それじゃあまた。ボスを倒してから急激に通信負荷が改善されてるでしょ。まったく、本当にアフシスさんですね。
って。もうすぐ会話機能が戻りますってことです。本当によかったわね、レイちゃん。これでうちのデイシーちゃんも元通りね。みんなありがとう、リエーブルも。別に。リエーブル、顔赤くなってないか？なってない。お礼なんていりません。暇だっただけですから。レイちゃんの会話機能が完全に戻ったら、今度はみんなでお母さんに会いに行きましょうか。きっと喜んでくれるわ。それじゃ新規クエストクリアのお祝いしなきゃな。みんなレイちゃんのこと心配してたしね。懐かしい仲間が戻ってきたこともみんなに教えてあげなくちゃいけないし。リエーブルももちろん来るでしょ。どうしてもって言うなら言ってもいいですけど。これ以上奥はないみたいだな。やったー！最初はどうなることかと思ったけど。デイジーちゃんやレイちゃんの会話能力も戻ったし、本当に良かったわ。ええ。そうだな。いろいろあったけど。終わってみればなかなか面白かった。次もみんなで遊びたいね。あ、お疲れ様。